はいどうも、スペースサクです。すいません、ちょっとまだ治ってないですけど、ちょっと今散らかってるのがレジンキットを複製してて、こういった形で今複製やってる最中です。今で1,2,3,4セット4セット作ってるところで、ちょっと動画も撮りたいなっていうので、サムネでも紹介しました2箱。この2箱は墓場の画廊さんの抽選で当たったものとなります。ということで今回こちらの大きい方を開けていきますね。で中開けたらこちら、オイドキラー2、2をこっちってやってるのがこれ、かっけえよね。めちゃくちゃかっこいいな。じゃあ開けていきます。オープン。サクがどうしても欲しいって言ってた、オイドキラー2、これ抽選なんですけど、ここ見てほしいんですよね。ホッチキスも普通のホッチキスじゃなくて、この色付きのホッチキスを選んでいる、その辺の演出も含めて、ここも2のところをピッとやってる、こういった演出も含めてめちゃめちゃいいよね。ここ手書きじゃね？マジでやばいなこれ。このギャラメさんのソフビ僕初めてなんですよ。抽選のものよくあって、欲しいな欲しいなと思ってていつも当たんなくて、一回買えるチャンスが、二回ぐらいか、買えるチャンスはあったんですけど、ちょっと他のを見てたらもう売り切れてたっていうのもあるんですけど、その特別なやつを見てたから、どうしても特別なやつが欲しいというので、ずっと、いつかはと思ってたのが、こちらがうまく当たり手に入れることができました。ヘッダーがこんな感じ。オイドってこれ。やっぱこの人デザイナーなん、デザイナーですかね、デザイナーさんなんですかね。めちゃめちゃかっこいいよね、これ。これやばいわ。で、作品を見てて、ずっと欲しがってたから、これなんや。あ、ここに入ってたんだ。ここが気づいたようにこれ入ってましたね。くない？このチューブ、こちらのこのジッパーの表現もめちゃめちゃかっこいいね。で腕は動くと、でこちらのタイプはこれなんかドリルになってるようですね。このパンツの色もやばいよね。首輪もあるのかな。ここも外れるのかな。これ壊しちゃったら怖いから外さないけど、でもかっこいいね。スニーカーもかっこいいね。
これが一番欲しくてあれやったんですけど、この色の表現も結構いいですよね。いかにもファッション好きの方がデザインされたってそう感じるものです。ここがレッドやったらもっと最高やったんやけどね。めっちゃやばいな。でね、今あのキャンプのメーカーさんなんかなんかよくわかんないけど、そことコラボしてて、こちらゴールゼロ、これランタンなんですよ。僕何回かこれ使ったことあるんですけど、これをここに入れて、でクリアカラーのやつでこう光らせるみたいな、そういった仕様のものを出そうとされてるようです。で、ね、普通のノーマルやつもこれ外して入れられるんかなと思って見たんですけど、外しちゃって治んなかったら怖いんで、もうそれは触んないです。これめっちゃめちゃかっこいいな。で、いつものウスタソース比較は、ウスタソース約1本分となっています。はい、やっぱカラーリングがやばいね。ちょっとサック持ってきますね。サックンと比較はこんな感じ。まあ、サックンはちっちゃいもんね。これ上上がってるからもっと下なのかな。こうやったらおかしいな。めっちゃ気に入ってます。このメタルカラー最高やね。見てこのパイプ、このガスマスクというか、この仕様のが一番欲しかったんで。ということで今回はこんな感じになってます。レジンキットをその複製化まだますますやっていって、入ってるやつ全部作っていこうと思ってるんですけど、このままやったら10個以上は作れるかなっていうのが予想ですね。ボークさんで買った時には 2,3 個ぐらいちゃうって言ってはったけど、いや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 、そんなはずねえわと思って、これもともと1kg か、1キロってもう10個以上入る、作れそうな感じもします。はい、で複製して、でまた色も塗っていこうかなと思ってます。はい、はい、簡単ですが今回はギャルさんのオイドキラー2となっています。これもっと大きいんかなと思ったんですけど、そこまででかくなかったですね。ちょっと待ってください。大体1本目が大体こういったものと似たようなサイズになりますね。極端にでかすぎてそういうのってないと思うんで、大きいタイプは大きいタイプにして飾れるという感じでいけるかなと思います。はい、ってことで今回はこんな感じで終わろうと思います。はい、そしたらありがとうございました。スペーサー